足と首をかしげる呼び出した僕は した男がへこたれて弱音を吐くから閉店の時間までもう少し何も知らんで、どないしたん急に病気やねんすまんそないしょっちゅうの愛とないわほんまやなすまん愛した男がへこたれて弱音を吐くから今つけたタバコが消えるまで何も知らんで持ってよ。
それでは次の曲行く前にもう一人のメンバーを紹介したいと思います。パーカッション研究生小林梨紗子、お願いします。いらはいいらはい。このね、今日のライブのチラシを持ってはる方は、お目にすることがあるかと思いますが、表面のこのイラストですね、これは毎回ガジュマルプラネットにおいては小林先生に書き上げていただいております。はい、筆を持てば紙と後ろに書いております。スティックではどやねんと、いうところで、まだ研修生のあれですな、称号がまだもうちょっと外れませんな、はい、先生、本日も全曲、小林さんとお届けすることは叶いませんが、このレアな組み合わせのこれね、ちょっと今回は何曲ですかね、この先に言ったネタバレが、お楽しみいただければと思います。だからちょっと小林さんが出てきたら要注目ということで、はい、センターやしということで、ということでやっていただこうと思います。次の曲ですけど、これ曲説はヒロさんにやってもらおうかな。はい、はい、ギター名曲シリーズと勝手にやってるんですけど、ね、やってみたかったのシリーズみたいなね。そうやね、昔からしてるけどやったことなかったような曲をちょっと強引にやってもらってますね。はい、コーヒーやってもらってます。僕らもやりたくてやってますから。大丈夫ですよ。大丈夫です。いや言ってますから大丈夫です。気遣いながら言ってもらえて、大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。まあ大した曲じゃないと変。大したちょっと待った、めっちゃ大した曲。いやいや、他のビートルズの曲でございます。なぜか前回の映画に続きまして、ちょっとクラプトンが楽な曲になってしまうんですが、あんまりルーツリークラプトンはないんですが、最近好きになってしまったりとかして、ビートルズ。